はい、えー、冒険家の皆さん、こんにちは。えー、とこのビデオでは、えー、CBLL について、えー、20分ぐらいでご紹介したいと思います。<laughs> まず最初に CBLL って何っていうことですけど、これはコンテン d ベ a ス g u ラングエ e ジ・ラーニングですね、えー。要するにあの <laughs> 教科書とか、あるいは、えー、漫画とか映画とか、そういうコンテンツを通して第二言語を勉強するというものです。<laughs> 似ている言葉としては CBL というのもあります。これはまあ、ランゲージが入ってないですけど、でも大体普通は言語のことですね。それから CBI というのもあります。これはインストラクションの方ですから、先生から見たときは CBI という言い方をすることも多いですね。でも先生がいないで自分で勉強するときはもちろん CBLL と言います。<laughs> それから c リ i l というのもあります。これは Content and Language Integrated Learning ですね。で、これは特に えー、カナダですごく多いんですけどあの例えばカナダの英語圏に住んでいる人がフランス語で理科とか社会を勉強するようなそういうものを、えー、クリルと言いますで、えー、クリルも CBI もその学校のコンテンツ、えー、っとつまり学校の科目ですね、えー、理科とか社会とか算数とかそういう科目を通して、えー、第二言語を勉強することが中心になっていますが えー、日本語に関して言うとまああまりそういう必要がないので、あのー、むしろですね映画とかアニメとか、えー、ゲームとかそういうコンテンツを通して勉強日本語を勉強するパターンが多いと思います。なのでここでも特にその学校の科目ではなく、えー、アニメやコンテンツなどのエンターテインメントのコンテンツを中心にお話をしたいと思います。 とあの実は私自身も、これ日本語じゃなくてすみま,、ね、ませんが、えっと、ヒンディー語をあの勉強するときに、もうえたくさんのですね、えーあの、ヒンディー語のウェブシリーズとか映画とか、そういうのを見てきました。今、ここに出ているのは全部あの私がヒンディー語で見て、えー、そしてあのヒンディー語の字幕をつけながらですね、えー、その字幕をつけながら、えー、見た、そうした映画の一覧です、えー。マサバマサバもとても面白かったですね。 バフバリーもすごい面白かった、えー。スケーターガールとか、これはネットフリックスとかでしか見られませんけどね。はい、で今見ているのはこのボディーガードというやつです。あのカリーナ・カッポールさんと、えー、何カーンでしたっけサルマン・カーンさんですね。えー、この2人が出ていますね、はいで。このスケーターガールから実際に私がですね、えー、どうやってあのヒンディー語を勉強しているかをご紹介したいと思います。えー、と あすませんもう一回見せますけど、ランゲージ・ラーニング・ウィズ・ネットフリックスっていう、そういう Google、Chrome の、えー、エクステンション、拡張機能があります。これを入れるとですね、こうやって映画を見ているときに、映画というか、このドラマを見ているときに、ヒンディー語の字幕と日本語の字幕を両方とも一緒に見ることができます。で、一番目のヒンディー語で、二番目のこれは、えー、機械翻訳ですね。 で3番目のこれが人間が翻訳した字幕になります。はい、でそして知らない言葉を見たら、えー、マンチですか。マンチは、まあ、ここではフォーラムって書いてありますけど、多分ステージっていう意味ですね、この意味ではですね。はい、であの、その言葉だけをあの聞,く聞いたりすることもできます。えー、それからあのあの、表示の方法によっては、こうやってですね、す、え、べ、ー、ての字幕を表示して、 一つ一つあの画面と一緒に変わっていくのを見て見るようなこともできます。はい、でこの CBLL の、えー、理論的な背景に関して、えー、説明します。これ、やっぱり一番とても、あのー、有名なのは、スティーブン・クラッシェンの、えー、第二言語習得の理論だと思いますねで、えー。スティーブン・クラッシェンの言葉ですけど、えー、と要するにですね、あのー、学習者がインプットする量、 それが、えー、一番、あのー、重要な要素のうちの一つであると言ってますね。で、ここで,です、ね、注意しなければいけないのは、このインプットっていうのは、先生が説明することを聞くというわけではありません。特に先生が、あのーまあ、例えばインドの場合ですと、先生が英語やヒンディー語で日本語の,、ま、あの文法をたくさん説明しても、それはこのインプットにはなりません。 じゃあ何がインプットなのかというと、その日本語を勉強するときは、日本語を聞いたり、日本語を読んだりすること、それをたくさんすることが大事だというふうにあのクラッシチェンは言ってますね。えー、ただその、どんなものでもいいのかというと、<laughs> そうではなくて、やっぱり理解できるインプットでなければいけないというふうに言われています。でこの理解できるインプットに関して、私がもう一回その、 えー、スケーターガール、Language Learning with Netflix で、えー、スケーターガールを勉強しているときのことをご紹介しますが、えー、ここに出ている字幕はあのー、私のヒンディー語のレベルでも全部理解できるものです。な、え、ん、ー、でかっていうと、私がですね、自分に分かるものは全部星、星の印をつけていったんですね。でそれをこうやって後で、えー、リストにして、 プリントしたりすることもできます。えですので、えー、CBLL は難しすぎて、あのー、さっきのです、ね、コンプリヘンシブルインプットにならない、理解できるインプットにならないでしょうっていう人がいますけど、そんなことは全くないです、えー。理解できるところもたくさんありますし、その理解できるところだけを、えー、リストにして勉強することもできます。はいえー、これはですね、ルーマニアの えー、ジョルジアナさんという人があの日本語で話しているところの,あの <laughs> ビデオです、えー。ここではですね、えー、このジョルジアナさんが、まあ、彼女はルーマニア人で、えー、日本に行ったことも、それから学校で日本語を勉強したことも全くなかったんですけど、日本のアニメをたくさん見ているうちに、いつの間にか日本語が話せるようになっていたと、えー、そういうことを話しています。えー、っとこのビデオを見たい人は、 このビットリースラッシュ CBLL20minutes、えー。この、えー、リンクを開くと、このスライドが出てきますから、このスライドのこれ何枚目でしたっけ ?8 枚目でしたね、えー。このスライドの8枚目に、この、えー、YouTube の動画が組み込まれているので見てください、えー。この5分、このビデオちょっと長いですけど、えー、5分15秒のあたりから見ると、えー、彼女が日本語でその、えー、話をしているのを聞くことができます。 はいえー、CBLL をやるには、とても大事なものが3つ必要です。はいえー、コンテンツとコミュニティとーとツールですね、道具ですね。はい、それを一、えー、つ一つ説明していきます。まず大事なのはコンテンツですけど、コンテンツにも2種類あります。で1つはもちろん、えー、皆さんが好きなコンテンツですね。えー、もう別にナルトでも、あの進撃の巨人でもジブリでもなんでもいいんですけど、えー、そういうものがとてもいいですね。 えー、でただですね、こういうものをあの、日本語を聞くだけではなかなか難しいです。ですので、このフィルムコミックっていう種類の、えー、ものだと、あのまあ、こういうふうにですね、えー、っともともとはアニメだったものが、漫画の形になって読むことができます。えー、そしたら、このセリフも全部、えー、字,字で書いてありますから、とても読みやすいですね、えーこで。こういうふうになっていると勉強しやすいと思います。 あとね、あの、字幕のついている DVD とかでもいいし、この Web シリーズですよね、Netflix とか Amazon プライムビデオとか、あるいは YouTube ムービーっていうのもあります。えー、こういうもので、えー、字幕をつけながら、えー、勉強すあの、それをたくさん見たりするのもとてもいいと思います。えー、で、コンテンツの2番目としては、<laughs> その勉強のためのコンテンツもたくさんあります。えー、例えばこの、えー、EasyPG j a p a n e s っていうのは YouTube のチャンネルなんですけど、これがそうですね。 これは、あの、鬼滅の刃、えー、とても有名なセリフですけど、こういう、あの、有名なアニメのセリフが、えー、結構文法的にですね、とても、えー、詳しく説明されています、えー。これはとてもいいチャンネルだと思うので、あのー、登録するといいと思いますね。はい。<laughs> それから、このアニメとか漫画の日本語を勉強する、えー、そういう教科書もあります。これもですね、あの、えー amazon とかで買うことができますから、えーとですねあの、教科書で勉強するような人が好きな人は、こちらも見てみるといいと思います。<laughs> はいえー、大事なことの2つ目は、コミュニティですね。人たち、えー、共同体、えー、みんなの,あのグループですで。このグループには主に2つの機能があります。一つは、やっぱり動機ですよね。えー 学校で勉強しているときはいいんですけど、もし1人で勉強しているときは、やっぱり動機がです、ね、だんだん落ちていって、いつの間にか勉強をしなくなってしまっているということがあります。でも、他の人がコミュニティにたくさんいて、その人たちと勉強していると、えー、あの私も頑張らなきゃというふうに思うので、えー、勉強を続けることができるわけですね。えー、そしてもう一つは、もちろんその自分より、えー、日本語が上手な人から まあ質問をしていろいろ教えてもらうことができます。これがあのコミュニティの2つの主な機能です。でコミュニティにもですね種類が2つあって、えー、1つはですねやっぱりファンのグループあの、ファンクラブとかそういうのがありますねであの。そういうファンクラブに入るのもいいと思いますし、それからツイッターの場合は、例えばこれ、NARTO 好きと つながりたいっていうこういういハッシュタグがあります、えー、これをあのナルトが好きな人は、えー、このハッシュタグを使うと他にもあの日本語を使っている、えー、ナルトが好きな人と、えー、たくさん知り合うことができるわけですねはいでコミュニティの2番目のものとしては日本語を勉強している人たちの、えー、グループもとてもいいと思いますえー、っと一番有名なのは ていうか、僕が一番、あの僕自身も入っていておすすめしているのは、この Facebook の The、えー、日本語ラーニングコミュニティというものですね。それから Discord でもこういう、えー、日本語を勉強している人たちのグループがあります。えー、と、アプリとスマホのアプリとしては、この h ロート o t a l k とか HiNative というのも同じようなものですね。はい、じゃ最後にツールですけど、えー、ツールとしては辞書と えフラッシュカードがとても有名です。とても、あのこの2種類があるととても、えー、勉強が楽になります、えーで。辞書のうちの1つは理解くんというのがありますけど、えー、こ,れはこれもあの Google Chrome の拡張機能ですね。えー、これはですねあの、その言葉の上にこういうあのポインター、マウスでポインターを持ってくると、その言葉の意味が、えー、表示されます。日本語でね。それとても早いです。 えー、もうこうやって動かした瞬間にその言葉の意味が出ますから、えー、これはおすすめしたいと思いますね。それから GoogleDictionary っていうのもあります。えー、っと、これも Google Chrome のエクステンションなので、w e b ストアからインストールすることができますね。えー、それから Kindle で本を読んでいる人は、その Kindle に最初から入っている辞書もとても便利です。えー、Kindle の上をこうやって1秒ぐらいタップするだけで、その えー、言葉の、えー、意味が表示されるんですねあの私はあのまだヒンディー語はそんなに本が読めないからこれ使ってませんけどでもあの英語の本を読んだりしている時にはこれとても便利ですで後からその,れんその辞書を引いた言葉だけ <laughs> 単語帳になっていて後からそれを練習したりすることもできますよ、はいえー、フラッシュカードとしては、えー、このメモライズというのが、えー、多分一番、まあ、おすすめできます なんでかっていうと、SRS っていうのがあるんですね。でこの SRS っていうのは、ス、え、ペース・トレピティション・システムっていうもので、えーっと <laughs> まあ、ある程度時間が経ったら復習できる。で、最初は、えー、例えばその次の日とか2日後にすぐ復習するけど、それが慣れてくると、1週間後とか1ヶ月後とかですね、えー、ちょうど忘れた頃に復習ができるような。 そういうシステムが SRS って言いますけど、このメモライズは SRS もついていますし、それからお金もかかりません。えー、なので、今のところこれを私は一番お勧めしています。暗記もですね、とてもいいんです。この SRS が最初についた、こういうフラッシュカードのアプリだと思いますけど、えー、ただ、あのー、ウェブでは無料なんですけど、iPhone とかだとちょっとお金がかかる。結構、確か高かったと思うんですね。えー、なので、えー、お金がかからないという意味ではメモライズの方がいいですね。 あと、クイズレットというこのフラッシュカードのアプリもありますが、これはあの学校の先生が授業で使うのにはこれとてもいいと思います。この SRS っていうのがあるのは、えー、学習者が1人で復習するときにはいいんですね。で,でも、それは要するにクラスでは使いにくいということ、意味になります。えー、そういう意味でクイズレットには SRS がついていませんから、授業で使うのにはとてもいいと思います。 えーですね、もしこれをです、ね、オンデマンド研修でオンラインで、えー、皆さんと一緒に勉強した,場合したい場合は、えー、このコンテンツとかコミュニティとかツールとかですねこういうものについて、えー、皆さんの意見を、えー、ご経験とかですねそういうものを、あのー、共有してもらうといいんじゃないかと思います。はいえー、もう一度繰り返しますがこのスライドはこのビットリースラッシュ CBLL20minutes えー、この、えーえー、と URL で開くことができますので、ぜひ見てください,、はい。それではこのビデオはここまでにします。そして冒険は続きます。